お前らいくらなんでもひどすぎる。仕方ないよ圭一、負けちゃったんだし。なんでサトシが突然登場するんだよ。今日は負けちゃったけど次はきっと勝てるよ、僕たちなら。負けたって何言ってんだよ、これはただのおドアン。じゃあ僕から行くね。スプーンですくって圭一に食べさせればいいんだよね。ちょっと待って。お前らどうしたの圭一、早く食べてくれなきゃ顎が膨らみだったよ。どうして男同士でこんなことしなくちゃいけないんだ。僕だってさっきからドキドキが止まらないんだ。だからさ。いや恥ずかしいっていうか気持ち悪いっていうか。僕は圭一のヨーグルトなら食べたいよ。やめてくれ。うぎゃー。